さあ、いっぱい来ました、いっぱい来ました。やっぱ、聖水くんの力をね、発揮してほしいから動き回らずに、群れが来たら僕は動き回らずに、聖水くんにね、僕の周りをこう囲むように、敵を倒していってもらった方が多分得だね。経験値惜しそう。ちょっといただきまーす。ちょっとだけいただきまーす。本当はね、こう聖水くんに働いてほしいからあんまり動かない方がいいんだろうけど。でもちょっとだけ。ちょっとだけね。先っちょだけ。まあ。先っちょだけはギリギリやぞ。どういうこと？子供の頃からさ、ばあちゃんとかにアイスもらいたいとき、一口食べたいなっていうとき、先っちょだけって言ってたけどな、僕。割となんか当然のように使ってたけどな。えい！こうちゃんと漏れなくね。漏れなく取ってこう、ここら辺も。ペロ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 ペカッチンコッチンです。買った。ちょこっとだけちょろちょろっとバキッチョだけいただいてきます。バキッチョだけいただきますよ。経験値うまーい。ペロ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 。うらよく TikTok で流行ってるやつみたい。私の足技、見さらせやーみたいな。僕の下技、僕の下技、見さらせよー。ペロ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 みたいになっとる。うぎゃー。